レイン・ガコタ・ダック・プレスコットは、アメリカ合衆国ルイジアナ州ホートン市出身のアメリカンフットボール選手。現在は NFL のダラスカウ・ボーイズに所属している。ポジションはクォーターバック。2021年版のスポーツ選手、長者番付によると、世界のスポーツ選手で4位の年収1億750万ドル。プレスコットは、 ルイジアナ州フォートン市のフォートンハイスクールで活動し、3年生時には258回のパスし投げに対して159回の成功を収めて2890パッシングヤードを獲得し、39回のタッチダウンパスを決めた。加えて90回のランで951ラッシングヤードを獲得し、17回のタッチダウンを決めた。2011年はレッドシャツとして過ごした。 2012年はタイラー・ラッセルのバックアップとして12試合に先発した。2013年もラッセルのバックアップからスタートしたが、ラッセルが脳震とで欠場している間に先発を務めて頭角を表し、卒業までに大学の38つもの記録を塗り替える活躍を見せた。さらに2014年にはハイズマントロフィーの候補者にまで選出された。最終的には、 大学4年間で SEC のトータル獲得ヤードで歴代3位、タッチダウン数で歴代4位体の記録を残した。以下は獲得した A 点と記録の一部である。大学での記録2016年の NFL ドラフトでトニーロモの後継者を探していたダラスカウボーイズにドラフト4巡目で指名される。ドラフト指名前の2016年3月12日にミシシッピ州 スタークビルで、ドゥイの疑いで逮捕され、裁判では罪に問われなかったが、指名順位を下げられる原因となった。当初は、大学時代と同じく先発のバックアッパー扱いだったが、先輩クォーターバックであるケレンムーアの負傷や、抜擢されたプレシーズンマッチで結果を残し、ロモが背骨の圧迫骨折で開幕絶望になったことにより開幕戦での、 先発クォーターバックの座を勝ち取った。開幕戦のニューヨークジャイアンツ戦では敗北したものの、その後はチームの快進撃の立役者となり、NFC 東地区での優勝に大きく貢献した。ディビジョナルプレイオフではグリーンベイパッカーズと対戦し、プレスコットはパスレーティング103.2を記録したが、チームは34対31で敗れてシーズンを終えた。ありがとうございます。